なんで送りますか。大盛りって結構出るんですか。大盛りは多いですね。やっぱり取材とかでもやっぱ大盛りクラシックが出てくることもありますよね。そうですね。
高さ的にはスマホの高さと同じ、かなり大きいというか、おお感じ。なんかね、すごい量多いけど、昔のあの中華食堂を思い浮かべる。なんか路地裏にね、なんかあってポツンとね、あってお手頃なね価格で提供している。あとスープをかけてひつまぶしみたいにして、あ、こちらのスープ、うん、スープはこれもなくなったらおかわりもう一杯できます。あ、サービスみたいな感じ、うん、あ、1杯まではサービスでかけてもらって食べたらまたそれも変わって美味しいと思います。わかりました、ありがとうございます、はい。ほぐしながら、あ、すごい鶏ガラの、すごい熱い。美味しいですね、めちゃめちゃ。うん。今日忙しい中、お時間つけて。いえ、ねえねえねえ、こちらこそありがとうございます。なんか変わらない味というか、なんか懐かしい気持ちになりました。はい、なんかそうですね、昔がてらに、昔ながらにずっと、ちょっとずつ変えながら、いつもね、すごいお客さんが多いイメージなんですけど、大体、あれですか、昼過ぎというか、夕方手前ぐらいが一番、そうですね、この2時からやっぱ、5時までの間ぐらいは割と暇ですけど、まあ、あとはまあ、ありがたいことに来ていただいてるんで、なんか、
ってて、まあ平日あるよ、まあそれほとんど一番じゃないんで。今日もね、お忙しい中ありがとうございます。いやいや、全然ありがとうございます。また来てください。はい、はい、失礼します。はい。